速稼塾の久保です。こんばんは。私のね、このカード入れ見てください。こうカードがメインで、あのお金が入るところがねちょびっとというね。で、まあ、2000円ぐらいしか入ってないんですけども、やっぱりカードとかをね使う機会が増えましたよね。カードの中にはスーパーマーケットのこの、まあ、私が昔勤めていたねハローズのカードなんですけども、ポイントが貯まるカードとかね、で、まあ、エブリーって言ってからね、これもスーパーなんですけども、これ、まあ、チャージしたお金が入ってるんですよ。これでキャッシュレスで決済できたりするんですけどもね、便利な世の中になりました。で、病院の診察券とかあるわけなんですけども、とかくねカード社会ですね。これがね1枚のカードにまとまったらいいなと思うんですけども、なかなかそういう時代は来ないかなというところでございます。はい、前提が終わりまして、今日はね人格の磨き方とか人徳の積み方っていうお話でございます。これ非常にねやり方簡単なんで、皆さんも実践していってあげればと思うんですけども、人格とか人徳っていうのはどういうふうに積んでいくかっていうと、これはねもともとは自分の頭の中、思考が作り出してるんですよ。で、その思考っていうのが言葉になって人に伝わるときに人格と捉えられるのか、人徳として捉えられるのかってことが起きてくるんですよ。非常に単純ですよ。で、思ってること、言うこと、そして人徳、人格っていうものなんですよね。じゃあ具体的に言うとですね、どのようにして人格が貶められていくのか、人徳がなくなっていくのかってことですけども、これは単純なんです。本当に簡単なんですよ。それはですね、汚い言葉とか人を罵る言葉とか、最低だとか最悪だとかね、あいつはバカだって言葉を連発すると、そういう言葉が好きな人が集まってきて、当然そこに人格や人徳っていうのが生まれないんですよ。で、人格や人徳をもっともっとね磨いていこうとすると、人をね築き上げる言葉、たとえですね自分が全く悪くなくて周りの人が悪いとしても、その人に対して指を指してお前が悪いって言わないことなんですよね。いや、自分は縁がなかったと、もうその人のせいではないと、状況があるかっていうふうにして、人をね名指しして、追求しないことなんですよ。実はこれがすごく大事なことなんですよ。例えばこういう例があります。15時に待ち合わせをしました。私は15時に現場にいました。でも待ち合わせの相手の方がね15時半に来たんですよ。で、その時に皆さんだったらどう思いますかってことなんですよ。まあ、遅刻して許してあげるっていう方がね多いと思いますけど、私の場合はですね、15時っていう約束をしてすいませんでしたって、私が謝りますよね。いや、もともと15時半か16時にすればよかったのに、すいません、あなたの都合も考えずに15時にしちゃってって形なんですよ。だからね、こうすると相手の方は、遅れたのは自分なのに、自分が明らかに悪いのに、なぜかですね待っていただいて迷惑をかけられた方がごめんなさいっていうところに対してものすごくねショックを受ける、まあショックっていうのは、ね、衝撃を受けるわけなんですよ。それで人格や人徳が高まっていくんですよね。これはね戦術的にやる場合もありますけども、私の場合もすでに生活ライフスタイルにこういうのが入ってるんですよね。何かトラブルが起きた時に、まずは自分のせいだっていうふうにこじつけてもいいから理由をね求めていくってことなんですよ。そしてその問題を解決するために自分ができることは何かなっていうふうなことを繰り返して繰り返していくんですよね。それがなかなかね自分を鍛え上げる要素になっているということなんですよ。まあ、自分を鍛えるのがね好きな人はやればいいと思うんですけども、人格や人徳がそのようにして私がね人格や人徳が高くなっていったっていうふうに言うつもりはないんですけども、多分そういうことなんだろうなと私は思うんですよ。これはねいろんなデータから取り寄せたものとか、あとはきちんとね実証実験とかもあって、そういうのを学習した上でっていうのもあるんですけども、素直に私はそう思うんですよね。明らかに自分に原因があるないに関わらず、はっきりと悪い人がいても犯人探しをせずに、これは自分とのご縁で起きたことなんだ、自分の人生にいいことも悪いことも込みで起きるんだっていう原点に立ち返ると、一方的に誰かを責めるってことはないと思うんですよ。で、責めるにしてもですね、そんな言葉は使わないんですよね。まずは自分にどんなことができたのかなってことから始まるんですよ。待ち合わせの件に戻しますと、15時に待ち合わせして自分は15時にきっちりいましたと、相手の方は15時半というね遅れてきたわけなんですよ。そこに対して、まあ、遅れてすいませんっていうのは ありますよね。でもいいんですよいいんですよって言うだけでは足らなくって、自分がこんな待ち合わせ時間にしちゃってすいませんとか、こんな場所で待ち合わせ場所を設定したためにあなたを遅れさせてしまってすいませんっていうところまでいけるかどうかってことなんですよね。まあ、そういうふうに考えていくと、私はですねいろんなものに囲まれている中で自分に原因を帰することがいつもできるわけなんですよ。でもそれを無視してですね、自分は全く悪くないよと、責められるべきなのは自分以外の人だよっていう風なスタンスに立って、これが自己肯定感なんですよ。この自己肯定感の末にはですね、人格や人徳っていうのは全く手に入るんですよ。でも多くの方は自己正当化してですね、自分が悪いことをしてなければ誰かが悪いんだっていう風にしてしまうんですよ。そうではないんですよね。やっぱり自分も自分の人生の一員でありますし、この社会の一員である以上、因果応報ではないですけども、必ず自分から起きてるものってあるんですよね。で、そこに自分の考えを戻していただいてですね、じゃあこういうことが起きないために協力して何ができるのかなということに立ち返ると、また一歩二歩と進んでいくんではないかなと思います。皆さんもね日々いろんなトラブルに巻き込まれてしまうと思いますけども、その
このトラブルの中心にいるのは実は自分なんだってことなんですよね。さあ最後にね、一つね、また別の例を申し上げましょう。最近の若いやつはとかね、最近こんな人が多いよねって、そんなことね、皆さんもよく聞くと思いますし、自分でもそう感じると思います。じゃあその現象の真ん中にいるのは誰ですかってことなんですよ。そうなんですよ、自分の目から見えるところ、自分のこの、ね、行動範囲にあるもの、そこがだらしなければ、そのだらしない世界の真ん中にいる自分が一番しょうもない人間だってことなんですよね。二足三文の人や二足三文の現象が起きるっていうのはね、今朝のライブ放送でも申し上げましたけども、こういうことなんですよ。だから自分がね、ステージを上げていけば、もうすでに自分を悩ませる問題っていうのが起きなくなるわけなんですよね。自分に詐欺の話が来るってことは、自分に詐欺にかかる素質があるってことなんですよね。隙があるってことなんですよ。もうでもね、この人に詐欺話持ってってもしょうもないなと思ったら、誰も詐欺話持ってこないですから。そういうふうに生きていかなければならないのに、何回も何回も詐欺にかかるってことは、何回も何回もリスクヘッジも怠るし、何回も何回も自分だけは楽してね、得しようと思ってるから詐欺話が来るってことなんですよね。まあそういった形で人徳と人格の話が今日はできたかなと思います。お、ニュースですね。山梨小一女児行方不明、捜査打ち切り。あー、そうですか、捜査打ち切りですか。なんかね、ここにはね、なんか表面に見えてない大きな問題があるような気がしますね。はい、本日は以上です。